トラウマ会企画始まるよ。皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカーやっていきます。今回は第2回マリオメーカータラウマ会海外企画ということで、ボス戦をテーマにしたコースを作ろうということで、皆様から、コースを募集させていただいて、トラウマ会の審査員が厳正なる審査をさせていただきました。3つ、まあ、最優秀賞、優秀賞、特別賞ということで、3人の、トラウマ会の実況者が皆様のコースの発表をさせていただきたいと思います。今回私が担当させていただくのは特別賞ということで、3つのコースやらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そしてまず何ということでしょう、特別賞最初のコースが、私の作ったコースが選ばれました。ありがとうございます。今表示されているこちらですね、クッパ様だって食べたら出すもの出すんです。お食事前の方申し訳ございません。こちらのコース特別賞その1に選んでいただきました。早速遊んでいきたいと思います。初めてサムネ書いてみたんですけどね、クッパ様をメインにしたコースにしてみました。遊んでいきます。クッパ様だって食べたら出すものを出すんです。ちょっと自分のコースだと思うと緊張しちゃいますね。ここ今ファイヤーが動いてるんですけれど、これサムネでクッパがファイヤーを吐いてるのが分かるような感じで作ってみました。自分のコースの解説しながら進んでいく感じになるんでね、ここ今ちょっと分かりますかね、分かってもらえたら嬉しいんですけど、ここ実はクッパの口の中に入って食道のつもりです。食道からこちら胃に降りてきました。これ胃なんです。でここを降りると、よいしょ、胃の下分かります、今胃を通過しました。溶かされることなく通過しました。でここがまあ腸ですね、腸で、腸難しいよ、ここ腸が超難しいなんて言ってる場合じゃないんです。本当に難しいんです。下が動くコンベアになってるんで、喋りながらやるほど簡単なコースではないんです。実は下からトゲコンボが来るんでね、これしゃっくりをイメージしてみました。横隔膜とかなんかヒックヒックっていうような感じをイメージしてみました。どうでしょう、分かる方はいないよね。まあ一人でも分かってもらえたらいいなーなんて思うんですけど、でここが最難関です。よし降りられた。トゲコンボが下がった瞬間にここ抜けていく、これだけのことなんだけど、クリアチェックではここで一番抜き進みましたね私。でここ大腸、背景が茶色いのは察してください。クッパ様の体内を通って大腸で茶色がメイン。このクリボー何なんでしょうね一体。お食事前の方ごめんなさい。さあギリギリ切れるタイミングになっています。クッ、あっ、はい、やっと戻ってこれました。というわけでここが一番このコースで難易度の高いところになっています。無事抜けたぞ。今度はタイムも余裕あるんでね、なんとかマリオが茶色い物体になっちゃう前にクッパさんの体内から脱出しましょう。イージー版だとここももっと簡単になってるんで、皆様よければそちらも遊んでくださいなんて宣伝しちゃっていいのかな。はい、これでクッパさんの体内から脱出します。現れました。さてここはどこなんでしょうね、深く考えてはいけません。よーし、ゴールで間に合ったぞ。
はい、というわけで私のコースが特別賞その1に選ばれました。ありがとうございました。次のコースご紹介していきたいと思います。はい、お待たせいたしました。特別賞入賞その2、こちらのコースです。トラウマ会企画参加用コース、ご参加ありがとうございます。宿命のラストキャッスル、サキヨルさん、ノフィーさんっていう方でしょうかね。こちら560分の3、クリア率 0.53%、 なかなか難しくなってますね。さっきの私のコースと大体同じぐらいなんでしょうか。遊んでいきましょう。よろしくお願いします。まさか審査員の人、私に難しいコースを送りつけたりしてないよね。そんなことはないと思うけど。あ、難しそうだよ。宿命のラストキャッスル、これは早めに抜けよう。危ない危ない、今のところでやられることが多そうな気がする。まあでも落ち着いていけば大丈夫でしょう。次は、うわー、おマジかよ。ここきついな。ノコノコの上に、デブブロスが乗ってる。そこに壁の中に埋まってるパワーブロックがめちゃくちゃ欲しいんですけど、もらえないですかね。そんな甘くはないよね。よし、今度こそ。中間あると思うんですよね、このぐらいの長さのコースなら。そこまでなんとか行きたい。で、なんでヒップドロップ出るかな。なるほど、こいつを倒さないとここの鍵ドアに入れなかったんだ。さすがにボスを意識した作りになってますね。ここどうすんのどうすんのどうすんの。え、待って待って、なんか出てこないとこれ倒しようがなくない。だって上にあれ乗ってますよ。あー、マジかよ、これ超むずいぞ。クリアできるかな。とりあえず上のトゲズを倒したい。これで倒せる。オッケー。あとはここで多分待機してればね、なんとかなっちゃうんだな。それがクッパジュニアのかわいそうなところ。いくぜ、ほい、楽勝。次、あ、中間やったね。中間大好き、ありがとう。ブラックパックン地獄を抜けられないスタイル。いけるか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 、いっけー。あー、惜しき。どこまで続くんだ、結構長いな。このやかましいディスコみたいな光の音のせいでブラックパックが見にくい。難易度高いな、このコース。クリアチェックするのきっと大変だったでしょうね。ここでかなりの回数やられそうな気がします。ほい、難しい。もっと手前に着地しないとダメか。まあ、クリア率考えたらそうそう簡単なコースはないと思うんですけどね。テーマからしてボス点だから。よいしょ、ひつい。ここは手前に降りないで逆に奥に行っちゃった方がいいのかな。でもやりごたえあるよ、やってて楽しいですもん。よし、ここで5連こうやってした。お、ゴールじゃ、あ、ゴールじゃない。ゲー。こいつら倒さないとダメなんていうことはないね。よかった。鍵持ってるかもしれないからね。さっきのデブブロスみたいに言ってなーに。なになに。今の反応できないって。こっからやり直しかよ。中間くれ、中間。こうか。え、え、あ、了解。オッケー、わかりました。待ち合わない。これは最初からやり直したらダメなパターンや。ちくしょOh no!
間に合った、やっと間に合った。何回ここまで来るのにかかったんだ。で、多分これは奥に着くまでにクッパを倒さないとダメとかそういうパターンね。でもな、そんなのクッパの入ってくる炎次第だ。ランダム性が結構高いぞ。よし、いなくなっちゃったけど大丈夫？もうさっきの壁のところ抜けられる自信がないよ。本当に大丈夫？本当に大丈夫？信じてるよ、制作者さん。信じてますよ。お願い、許して。もうあそこ抜ける自信がない。お願いだから、よし、いなくても大丈夫だよね。信じてるよ、クッパさん。手加減してね。そのまま炎入ってるんだったら避けるのは大丈夫なんだけど、あなた鍵持ってませんよね。鍵持ってたらもう知らないよ。家なき子でいいからね、同情するなら。よし、遅れ、頼む。まだか、考えぞ。これで奥まで行って結局クッパ倒せません。鍵ありません。じゃあシャレにならないんだよ。そこんとこ分かってますか？ちょっとあなた、お願いします、お願いします、お願いします。これだけ土下座してるんだから。ほいほい、大丈夫？やったね。大丈夫だった？鍵ないけど。よっしゃー、やったぜ。1アップキノココイン、1アップゴール。いやー、難しかった。最後のクッパさん、空気読んでくれてよかった。助かった。あれ倒さなきゃいけないってなったらクリアできなかったな。トラウマ界企画3回起こす宿命のラストキャッスル、モフィーさん、サクヨルさんですね。ご応募ありがとうございました。入賞おめでとうございます。それではトラウマ界ボス企画コース特別賞最後のコースを発表させていただきます。制作者の方はメルスさん、ドスコイブロスにご用心。入賞本当におめでとうございます。クリア率約 10% ぐらいでしょうかね。ここまでやった2コースに比べるとかなり良心的なコースに感じますが、さて早速遊んでみたいと思います。ドスコイブロスにご用心。多分またデブブロスがいて、あれのジャンプで起こる地震にご注意くださいよ。ほら、ご注意くださいって言ったのに。分かってる分かってる、あの地震で止まっちゃいけない感じ。うまくブロスの動きとファイヤーの動きと見ながら行かないといけない感じかな。あそこは1アップか、キノコじゃないのか。ほい、これでいいのかな、これでいいのかな。あれ、あ、いいんだね、よかった。遅いから閉じ込められたのかと思った。でもクリア率 10% だからね、そんないやらしいことがあって強制スクロール、いやらしい。大丈夫かな、カロンちゃん。カロンちゃんの復活するタイミングに合わせてどうするんとか嫌よ、もう。カロン、んか、あ、キラー放題。キラー放題じゃない。普通の、あれなんて言うんだろう。砲弾？砲台？よし、次の炎来たら行こう。結構ギリギリのタイミングになっちゃったな。ここはゴリ押しで一気に来てたけど逆に良かったかな。ほいほいほい、いい感じいい感じ。おわー、おう、嘘、嫌な感じ。あー、危ない。ここまで一気に抜けてこれて良かった。今バネで落ちなかったの奇跡的。ドゥ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 、これはノコノコを踏んで踏んで投げる。いっぱいいる、わお。なるほど、ちょっとずつファイヤー吐くパックも混ざってるんだ。だけど俺にかかれば余裕さ。ほい、あと一匹いった。扉にお邪魔します。
ゴール。いやー、クリアできた、楽しかった。それにしても皆さん本当にいいコース作られますね。ドスコイブロスにご用心、メルスさん、どうもありがとうございました。はい、それでは、トラウマ界ボス戦イベントですね。たくさんのご応募の中から特別賞3コースプレイさせていただきました。入賞された方おめでとうございます。あ、一人は私ですけどね、ありがとうございました。はい、それではですね、エンドロール的なものでですね、送っていただいたコース全部少しずつお見せしますので、よろしければそちらのコースもぜひ遊びに行ってみてください。それと私の他にね、優秀賞、最優秀賞、こちらをナオさんとカカシさんが動画にされてますので、そちらも良ければご覧になってみてください。また次のトラウマ会企画にもぜひ皆さん触れてご応募の方よろしくお願いいたします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。送っていただいた力作の数々どうぞご覧ください。
さんのご応募、本当にありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。